って言わないの2人。どうも何今のまパークですね。はい、テクノです。テクノです。曲紹介からいこうかな。Britney Spears の Oops, I Did It Again。 おお、みんな大好き、ブリちゃん。ブリちゃんね。あ、ブライトもそうだよ。本当、うん、素晴らしい。素晴らしいね。いい曲だよね。ね、かっこいい。リミックスかな。そう、リミックスですね。はい。じゃあ、早速振り付けの解説いきたいと思います。じゃあカウント取って。カウントで。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあ最初イントロからいきたいと思います。いきましょう。はい、せーの。1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 あやふやな人いた。そう、こんな感じです。まあ、イントロはこの16拍で短いです、ね、イントロ短いです。イントロ短いです。短いです。じゃあ続いて、はい、A メロ、はい、A メロいきますよ、はい、いきます。せーの。1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,4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 ,2,3,4,5,6,7,8,
two, three, four, わかんないけど。じゃあゆっくりめで練習しますね。はい、いきます。せーの、一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八、三、二、三、四、五、六、七、八、四、二、三、四、五、六、七、八。出て出て。決まってんな。かっこいい。結構結構声張って。もここも入ってる。本当のもこういうここもウップだったのね。ウップ。ああウップ。B メロから入る時も、うん、ちょっとまあさっきの流れではここから入ったんだけど、うん、ここ前に一回回してから入る。回してから。ここベイビーベイビーって言ってるんで、そこの上で回して。うん。はい。そんな感じ。そんな感じ。そんな感じ。で、最後にやらし感じになってる。あ、これね。で、これは、それはポイントね。なんだろう。もう、おのおので表現してください。おのおので表現。多分、アルバがこんな感じで、あ、そうだけど。あ、みんなバラバラなのね、そこ。俺はちょっと横の感じ。まあ、ちょっともう、なんだろう。最近っぽいというか、まあ女性もやりやすいね。女性も、まあ、女性は別に逆にシャープもこんなんでもいいっす。そうテクノだしね。自分の体をアピールする。セクシーな感じね。セクシー、自分の体。セクシーアピールの場ね。セクシーだねーって感じですね。で、そこからアウトロー行く。アウトローですね。アウトローですね。そうなんです。アウトロー。この状態から、この状態から、どうしたらいいの？セクシーポーズが終わった後のアウトローですね。はい、いきますよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。おお マトリックスみたいなやつだ。グッてやっちゃうとね、ああいうふうになっちゃう。もうあって。回りすぎないように気をつけて、ね、箱によっては気をつけないといけないね。そうね、そう、ああお立ちから落ちた人いるしね。名古屋のね、T2 で危ないから、名古屋の T2 でやったら危ない、危ない、そういう落ちる、そういうとこもあるクルームもできないね。アウトローなんてここはまあアウトローかね。じゃあこんな感じですか。こんな感じです。はい、だからアウトローは本当はだからあんな感じで短いね。イントロもアウトローもある。短い的に短いです。短いね。そんな感じのセクシーな、セクシー、12月のセクシーなテクパの
講習会でした。はい、じゃあ以上振り付け解説でした。ありがとうございました。おセクシーポーズじゃないよ、セクシーポーズじゃないよ。なんだこの男さんに。はい、補足補足なんだっけ、サビのサビの2回目だね。そうあやつにもこっち、左手で今度ウッスやるときはウッス、はい、そうあるはラブを作ってるけど、タブちゃんはもう結構開く感じ。ああ大きい表現、大きいラブ、あー大きいラブね、あーなるほどね、はいはい、あ僕は大きいラブを使いました。なるほどね、うざっ。